上の段ボールを下ろしてもらえますか。そうですけど、どうかしましたか。ありがとうございました。これで部屋が片付きました。そうなんですか。私は高校を卒業してから行っていないわね。すいません、少し待ってもらえますか。お酒が見つからなくて。おかしいわね、この下かしら。それはそうですよ、名字なんてそうそう変わるものじゃないでしょ。ですよね。どうしたんですか。なんか怖いわね。言っている意味がよくわからないわ。だから何ですか？そんな人たち知らないわ。
偶然同じお酒があったんじゃないかしら。余計なことは考えないで一杯やりましょう。そんなものがあったのかしらね。憶測で語るのはやめて。全部偶然よ。だって私はチビって人を知らないわ。全部あなたの憶測でしょ。証拠はあるの？大場高校のクラスの名簿でも持ってるの？嘘。石原という生徒はクラスにいなかったはずよ。それは。そうだとしても私がクラスメートだったという証拠はないわ。旧姓が分からないと本当に名簿に載ってるかどうかもわからないでしょ。どうだったかな。私は十。私は親友じゃないわ。確かに私はクラスメートだったのかもしれないし、両親の離婚で名字も変わっている。でもそれだけよ。綾さんも親友も関係ないわ。何なのよ。
これを読めというの？こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。風邪はひいていませんか？クリスマスはどうしていましたか？私は最高のクリスマスプレゼントをもらいました。最近クラスメイトとうまくいってなかったんです。それが親友のおかげで仲直りできました。最高のプレゼントとは友人です。先週親友と玉造湯神社で金井石をもらってきたんです。お揃いで勾玉のペンダントを買ってイニシャルも彫ってもらいました。そして親友がクリスマスパーティーを考えてくれたんです。クラスメイトと前のように盛り上がろうという計画です。これが大成功。親友は天才です。彼女は企画力があって人を引きつける魅力があります。私は最高の親友を持っています。彼女とはいつまでも仲良くしていたい。永遠に親友でいたい。とても幸せなクリスマスでした。ふみのあや。そうよ、この手紙に書かれている親友は私よ。懐かしいわね。彼女と一緒に玉造湯神社に行ったわ。大学合格をお願いしないとね。どうしたの？私はそれより以前と同じようにみんなと仲良くなりたい。それならそうお願いしましょう。みんなでクリスマスパーティーやらない？え？みんなで集まってワイワイ騒ぐの。そうすればきっと仲直りできる。やりたい。クリスマスパーティーやりたい。私が願い石に願ったのは大学合格じゃない。彼女の受験が失敗すればいいと願ったのよ。彼女が引っ越してきてから私たちはずっと友達だった。二人で同じ大学に行こうって約束してた。それなのに彼女は高3になって変わったわ。別人になってしまった。そして成績を伸ばして国立を目指した。頭では理解していたわ。でも裏切られた気分だった。大嫌いな母親にあなただって頑張れば国立に行けたのにって言われたわ。そんなお人よしの自分も嫌いだった。人に相談されると嫌でもつい助けてしまう。あの日あんなところで雨宿りしなければ彼女も綾さんにならなくて済んだのに。何事もなく最後の高校生活を送れたのに。絵にしずくのせいよ。のじ君から聞いたでしょ。彼女は教室で手首を切って自殺したの。
く調べたわね。私とは限らないでしょう。そうよ、それも私よ、花を供えるのがいけないの？何よ。あいつってそんなに魅力ないかな。紅しずくで会った後、もう一度偶然会ったのよ。映画やドラマなら恋人になるパターンでしょ。私に夢中にさせて、手紙の彼女のことなんて忘れさせた。ありがとう。せめてもう正直ね。いくらなんでこんな最低な振られ方初めてよ。おかげでちっとも悔しくないわ。魅力あるって言ってほしかった。本当に優しくない。そういう人だから彼女は手紙を楽しみにしていたのかもしれないわね。支えだったみたい。そばにいる私よりずっと力になっていたのよ。
すべてを話すわ。でも今日はダメよ。明日みんなを集めて話すわ。その方がいいでしょ。明日の午後5時新次湖畔で待っていて。クラスメートを集めておくわ。のぞくんは相談に乗ってもらったけど付き合っているわけじゃないわ。じゃあまた明日ね。雨の便箋。年が明けましたね。マックス君は元気にしていますか？高校生活も残り少しですね。私の高校生活は辛い日もあったけど楽しい日もありました。当たり前ですね。いよいよ受験です。お互い頑張りましょう。マックス君と知り合えてよかった。離れていてもすごく近くに感じました。人と人の距離って実際の長さじゃないのかもしれませんね。今年もよろしくお願いします。海野彩。お客さん、大きとられますか？荷物が届きましたよ。では、布団を片付けさせてもらいます。彼女はお休みです。
それって松江の子が通帳って話題になった雑誌ね。この辺りでたくさん売れたはずよ。私はもうちょらんけど、近所の古本屋にあるかもしれんよ。それではお気をつけて。なんですかね。はいはい、今日は晴れちょますよ。はいはい、だんだん芥川龍太全集ですね。夏目漱石全集ですか。いらっしゃい。酒のつまみに最高でやすよ。ワカサギのことでやすよ。このあたりじゃ味のいいサギって意味で、甘サギって呼んでやす。へい、甘サギの照り焼き定食を一丁。半額でいいで。ええことがあで。なん。お告げだ。夢にご先祖様が現れて。文の帝のことを聞きに来た客を半額にしろと言ったんだ。スタンプラリーの台紙は。新事故バッジを新呈しよう。1999年モデルのプレミア付きだで。
わしは機嫌が悪いんじゃ。そうならわしの機嫌を問うだな。じゃのう。なら今日一日店番でもしてもらうか。なんじゃ、自分から聞いちょいて。その返事は。欲しかったレコードじゃよ。懐かしの大林朝日、感謝感激雨あられじゃ。若者なかなか優しいな。好きなだけ店の中を見たわ。わしの宝物じゃ。簡単には売れないんじゃよ。そうじゃな。どれだけこの雑誌が欲しいか語ってみ。うう、そぎゃんこの雑誌が欲しいだてて。お前さんはいいやつじゃのう。感動したで。こうを譲っちゃろう。ここにある本はすべてわしの宝物じゃ。口の減らないやつだな。